はみさんこんにちは、ふたばとなつです。二人合わせて夫婦のマインクラフト略してふっくらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。あーということでね、なつさん、はい、前回はこのボートエレベーターボコボコするやつね、ボートエレベーターじゃない、泡エレベーターですね。だしね、これを作りました。昆布だし、はいはい。でボートで入るとこんなこんなこんな感じ、まあ、こんな感じ、やめてやめておえー、皆さんこれ遊んでる場合じゃないんだよ、ナスさん。吐きそう、マジ。ということで今回は何をやっていくかなんですが、はい、ナスさんいろいろ気づいたことないですか？あります。何でしょう？周りに施設が足りないですね。そう、全然ね施設ないんだけども作れないんだよね。作れない。なんででしょう？時間がないから。違う。じゃあめんどくさいから。違う。じゃあ足りてるから。どういうこと？木がね全然ないんだよね。ただね周りの木をこれ凝っていってしまうと自然破壊、どん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 この木が剥げていってしまう。双葉さんみたいに、まあ、私は全然、ね、大丈夫なんだけど、つるつるじゃん、まあ、かわいそうだなっていうふうに思うので植林場を作っていこうかなと思います。植林場知ってる？植林場あれでしょ、木だよね。え、苗木っていくつあったっけ？どうだろう、ここら辺の木って全部さダークなんたらだからでっかい木しかないのかな。多くの木がとりあえず4本あって、あ、それしかない。苗木回収してないっぽいよこれ多分。一番何の木が植林場に適してるんですか？まあ一番いいのはやっぱ白樺、白樺が一番いいんだけど、うん、だ白樺にしちゃうとちょっとね、うん、ネタが薄い。薄い。ということで今回はまあ基本中の基本、はい、まあ、昔から白樺トークはあったんだけども、うん、多くの方はねやっていこうかなと思います。ということで、おい、皆さん骨持ってる？あ、なければ出していいよ。皆さんどっか抜く？肋骨あたりを。おー出たー。あー痛い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 。私がいっぱい持ってたわ。私の肋骨を。肋骨持ってた。ということで、植林場についてのお話をしていこうかなと思います。双葉の植林場についてのお話。どこ行ったし。痛い痛い痛い。ってことで、はい、多くの苗木の紹介をしていきます。ででんでん、まあ、これ苗木なんだけどね、植えてコップをかけるとね、うん、一瞬で成長させることが。一瞬とは？一瞬で成長させることができます。こんな感じで。あ、いつもの木ですね。いつもの木ですね、うん、で今回は別に良かったんだけども、うん、多くの木って大きくなることがあります。なんかね入り組んだ感じにわーってなるよね。そう、うん、あれがねちょっと多くの苗木の植林場を作る上にあたって問題が発生する、うんうん、そこでちょっとしたものを用意しました。こちら、ででん、丸石。こんなんじゃ育たんって。よくわかったじゃん。そう、これ丸石ね、上にこうやってると育たなくなります。うん、いくよ。へい、ほらね、ほらほら育たないね、育たなくなります。私の肋骨そんな無駄に使わないで。これがね制限ブロックってやつです。普通に何もやってない状態でやると大きくね、うわー、あー、これはちっちゃいバージョン。あ、奥様にひれ伏している。奥様。まあこういう感じでねちょっと大きさが違うものができるんだけども、うん、これもね制限ブロックというものを使って、うんうん、大きさをねある程度指定して移行作戦というものがね。でそこで一個問題点があって、うん、問題点というか注意点かな。こんな使うやつおるんかっていう感じなんだけども、まあ、例えば葉っぱとか、うん、葉っぱとか原木とか原木、そういうものを使った場合、これちょっとやってみて。えいえいえい、わー、はい、またひれ吹いちゃった。ということでこんな感じでね、制限ブロック使うものはしっかりと木に関係しないものを使っていきましょうということですね。それじゃあ今度は制限ブロックどこにすればいいのっていう話なんだけども、うん、さ問題です。ででん、どこにすればいいでしょう？それはね上ですね。そう、上。上なんだけど何マス上でしょう？ででん、何マス上なんだろう。10マスぐらい。ブブー。あ、じゃあ双葉選手権、双葉選手権、双葉選手、双葉選手権。あ？タバさんは？うん。8マス開けて9マス目だったかな確か。めちゃくちゃ惜しい。9マス目に置くことでね、巨大に成長することがなくなります。おお。まあこれがね、まあ基本中の基本ですね。基本中の木ですね。木なだけにね。ということで、はい、ちょっと作っていこうかなと思うけど、うん、軽く整地する？そうだね、ちょっとデコボコしてるもんね。ね、じゃあここら辺を軽くね。
気持ち整地していこう。はい。ダイヤモンドがさ、いっぱいあったはずなんだけどさ、めっちゃ少なくなっちゃったせいでさ、ダイヤモンドのシャベルがなんか作りづらくなってんだよね。え、なんでダイヤモンド少なくなってんの？なんでだと思う、ナスさん。なんでダイヤモンドなんかめっちゃ取ったはずなんだけどさ、なんかフルダイヤ装備も作れずに終わっちゃったんだよね、この前ね。え、もうほぼフルじゃん。ほぼフルじゃん。聞くところによると、うん、あのシフトを押しながら作っちゃったらしくて、一気に4つぐらい作って、そんなダイヤモンドのね、大事なダイヤモンドを ねシフト押しながら、そんな頭悪いやつおる、消さなければならない。ということでね、軽く整地が終わりました。はい。そしたら私の作り方なんだけど、土とか草とかがね、全部やると、まあ、どこに植えてしまえばいいかわからなくなってしまう案件あるので、なんで、草とか土とかを置くとこ以外を何かしら置いていく作戦をいつもやってます。その何かしらは何にしますか？まあ、何かしらでもいいんだけども、やってきますか、それは。やりましょう。綺麗な感じの作っちゃいましょう。あ、じゃあ丸石にする。丸石綺麗なの、丸石の綺麗さは知らない。ほらじゃあ石にする、普通の石レンガにする。石レンガってどうやって作るんですか？石レンガはね、やかんとかんだね、めんどくさいね。丸石にするか。まあ、ということで、戦力岩と、安山岩と、花崗岩を持ってきました。なんだっけ、これも、若干まあ丸石っぽいじゃん。確かに。そこで、ででん。こうすることでね、磨かれた花崗岩を作ることができます。鉛が独特すぎるんじゃ。どう？磨いた？あ、ちょっと輝いてる、双葉さんの頭みたいに輝いてる。すごいっしょ、すごいっしょ、すごいっしょ、ほら、ね、全部ね、磨くことができます。でん。あー、すごい、双葉さんの。どれ使う？どれがいっぱいある？全部それなりにある。じゃあこれ、じゃあこれにする。なんで、ね、これは丸石っぽいし、これはなんか色がなんかちょっとあれかなと思って、これが一番綺麗かなって。これにしよう。じゃあこれにしよう、それなんでしょう。これ安山が、ブー、加工が、ブー、違う、絶対違う。すごい、3分の1を全て外したね。じゃあ、置いていこうかなと思うんだけども、どうする、パターン1、パターン2、パターン3、どれにする。教えてほしい、パターンを教えてほしい。何これ、何それ。おはようございます。一瞬鶏だった。おはようございます。パターン1、まあ、ここに1個こうやって置いておくじゃん。で3マス上に3マス開けて、こう、なるほど、こう置いていく。よく見るパターンのやつですかね。でパターン2、ここも入れちゃう。パターン3、もうここも入れちゃう。めっちゃぎゅうぎゅうだね。そう、どうする。これだったら育たないじゃないですか、ここ育つんですか。まあそうね、隣が育った時に、葉っぱに隠れて育ちにくくなるってのはこれはある。でもそんな、どんぐらい木欲しいですか。あればあるだけ、お金と一緒。なるほど、じゃあこれでいこうか。これでいこうか、それじゃあ、じゃあ私ね、これ置いておくから、あなさん空いたところに全部戦力感を埋めてって。はーい、はい、編集が大変になったな、今のやつ。え？こんな感じでね、ほら、ほらほらほら、ここ、ニワトリになった、ついに。ここ分かりにくいね。分かりにくいね。収束用。ありがとう。はい。で、一個ちょっと置いとくね、これ。ありがとう。成長するように、ね、ありがとう。植えとこう。え、めっちゃ綺麗じゃん。戦力がめっちゃ綺麗でしょ。ね、私と一緒でしょ。わかる。こんなもんかね、言うて。結構植えられますね。ね、これで何個ですか。いっぱい。7×6 は42。すごいじゃん。さあさあ、あと1マス。1マス？あと1列。はい。じゃあ私壊す係。マジぶっころ。はい、ということでね、すべて置き終わりました。なさん、1個だけ問題があります。なんでしょう。なその問題とは、明かりが足りない。おお、よくわかったじゃん。マジか、やった。明かりがないんでね。こういう隅っこに置いていきましょう。手松、手松。あ、もう育ってる。ね、早いね。早い。あ、記念すべき1個目のやつだか、なんかやっとく？壊します。はい、ということでね、これで松明も置き終わりました。はい。そしたら今度はね、制限ブロックをついて壊します。もう今回は何を使いますか。そうね、じゃあせっかくだから、この御三家全部使っていく。御三家、うん、その名もさっき言った。柱置いてっちゃ、ここ置いてっちゃいかんやつだね。でもね、置いてっちゃいかんやつだ。まあいいや、こっちから行こう。ワン1、2、3、4、5、6、7、8の9マス目に制限ブロックを置きます。で、どうしようかね、これね、どうやって置いていこうかね。まあちょっと時間も少ないんで、もう
こうしよっか。おお、大胆に。大胆不敵な、なんとかでいきましょう。大胆不敵な双葉くんでいきましょう。はい。同じようにこっち側こうやっていって、もう全部一列でバーっとやっちゃおうかなと思いましょう。皆さん、はいよ。これ取っちゃっていいよこれ。取っちゃう。はい。さあそして同じように皆さん縦と横どっちがいい？はい、何の話？上見て。見た。はい。横。横ってどっち？短い方。あ、こっちがいいの？皆さん。え？いやこっちにするよ。しょうがないな本当に全く。何を選ばされたの私は。縦か横か。夜だ。ベッドないよ。皆さんベッド飛ばしてきて。はい、ここでいい、ここでいい、はい。ここ置いて、ここ、皆さん、ここ。なんか危ない。危ない。これ大丈夫なこれ。危ない。グー。トモーニング。これ、あれね、敵枠ね。そんな時に松明持ってない。ある7本しかない。ナスさん。はい。タイムズもできて。上がってナスさん。しょうがない。なんもねえわ。はい。ありがとう。どんな感じに松明置く？あ、ナスさんも置いとけんの？わかった。どういう基準で置いてるかわかった、ナスさん。3マスずつ。そう。はい、置き終わった。あれ？あそこも置いとくの、ナスさん。え？ここはさ、違うの？その、まあいいや、置いとくか。しょうがない。ナスさんが置きたいと言うならば。やったー、置かせてあげよう。ホトトギス。誰がホトトギスじゃ。これで完成。はい、いえ、あー、皆さんここ、はいはい、オッケー、全部置けた多分。あ、じゃあベッドも回収して、でれれれれ、どっちが最初に苗木をゲットできるでしょうか。ということで、まあ、こんな感じでね、もうすでにいろいろ生えてるじゃん、うん。まあ、この子多分一番でっかいのかな。でっかいよね、この子一番でっかいんだけども、この段に上り上り、こうやって やらなくてもできたっぽい。なんかでっかい割に全然なかった今。ということでこれで植林場が完成しました。やった。まあ、まだね苗木が全然ないんだけどね。あ、苗木はそのうちおのずと。おのずと。おのずと出来上がってる。ナスさんこれ。それナスさんじゃないよ。ということで、うん、じゃあ名前決めていきましょう。初めての植林場、初めてのオーク植林場です。恥を、恥をにしよう、恥を。初めてのオーク植林場、略して恥を。走る男なんだよ。まあ、これで植林場ができたので、まあいろいろ作れるようになるんだけど、ナスさん、はい、やっぱり、はい、せっかくだから、うん、白樺の植林場も欲しいよね。ええ、ほいさほいさ、植林場、ほいさほいさほいさ、こう上にさ植林場って作れるの。まあ私の過去の動画はそれやったね。あ、そうなんだ、じゃあ違うの作ろう、うん。白樺の職員調整区だから作ろうかと思うので白樺の苗木を持ってきなさい。あやいさー、あやいさー、まず私あっち向いたんだけど、なさん。あやいさー、取ってこい。ほら1個だけ出たぞ。足りん。持ってけよせめて。タバさん助けて、ゾンビが。大丈夫かな、さん。ゾンビが。タバさん大丈夫か。ゾンビが。逃げる。すごい来てる。あ、行って、あっち、あっち、あっち。そう、燃えてるゾンビに攻撃されるとね、うん、燃えます。なんか炎上された。やってみる、ナスさんも。何を？燃え燃えキュンって。何それ？え、ゾンビに燃やされた時に発する言葉。そんな初めて聞いたぞ。なんだそれは。かっこ女性のみ。心が男性だったら。やんなくていい。え、どうする？場所変える？せっかくだったら。意外に狭いしね。ね。うん、変えようか。白樺は白樺で別のところに作る。そうしようか。じゃあここの横にする？じゃあこの上とかにする？設置する？まあ向こうで結構でっかめのやつ作ってるんで、うん、まあ、白樺はそんな大きいもん使わなくていいと思うからね。うん。サクッと気持ちいい程度の成長していこうか。はーい。ふたばさん結局萌え萌え議論はやらないんですか？こんなもんでいいかい？全然聞いてくれね。ちっちゃ。いや、苗木1個でよかったじゃん。足りないとか言って帰ったけど、苗木1個でよかったじゃん。あ、そう、夜だよ、寝ないと。そうだね、夜だよ、寝ないと。おやすみー。なんで。なんで。おやすみなさい。おやすみなさい。ぐー。え、それで終わり？ね。あ、なんか新しいの。新しいの、じゃあ、募集しよっか。募集する？うん。朝起きた時の掛け声募集。これ多分パート5かな、うん、パート5なんでパート10ぐらいで決めようか。すごいよね、そんなん募集する人多分うちら以外にいないぜ。いるとは思うけどね。こんなもんいいかな、はい。
え、じゃあ向こうがね下があれなんで、うん、こっちは下はネズミ色にしよっか、うん、もうちょっといいかっこいい言い方ない？あー灰色ちょっとかっこよくなった安山岩も結構綺麗だね磨かれると。そうだよ、うん、私が磨いたんだもんだって。あ、私が磨いて綺麗な綺麗じゃないわけがない。なんかくすんで見えてきた。え完成。なんかさ一番隅っこ、向こうも多分違うと思うんだけど、一番隅っこさこの多い方にしたよね。なんかここね、なんか変だなって思った、ね、なんか変な感じになっちゃうもんね、うん、向こうもそうなってんだけどさ。あ、そうなんだ。多い競馬場になっちゃうから違う、多い競馬場にしよう。こうしよう。はい、オッケー、綺麗。はい、何個でしょう。でねん、でん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 、また7かける3はいくつですか。やだ、60、じゃあ30 60増えた、あっちより。 21プラス4 25。お、正解、これ25個あります、うん。そしたらまあ向こうと同じように松明も置いてって、うん、皆さんこっちと向こうの違いなんでしょう。ででん。いやもう全部違う。え全部違う。違いがあるんだよ。何が違うでしょう。ででん。まず木が違うでしょ。違う、やらなくていいことが1個あるよって話。あ、なるほど、あれですね、高さのやつがいらないってこと。そう、うんうん、白樺はねもう成長するときに大きくなりませんということで、あの高さ制限ブロックいりません。やったね。はい、これでもうおしまいなんだけど、皆さん、はい、感覚が狭い、すいません。こんだけね広く使えるのにこんな感覚を狭く使ってどうすんの。ソーシャルディスタンスというものを皆さんしっかり考えておいていきましょう。1個の木がなったときにね周りの苗木がね成長ちょっと若干しにくくなっちゃうんで、うん、はい、こんな感じでバラバラにね、バラバラにね、バラバラにやることによって成長しやすくなったんです。なるほど。でどれが一番最初に成長するでしょうか。私の予想はここ。あたいの予想はここ。さあ待ちましょうここに骨粉があるじゃろ、よいか。ナツさんがその骨粉を振りまける前に私のここが成長する。えーい、私のここが成長するってなんか変な感じだね。成長しないのでは、暇なのではこれ。オッケー、じゃあ選んだ場所の横土置いといて、横に、はい、あの忘れないような目印だったのね。そう、すごい、ほらもうすでにこんなにモリモリしてる、ね、周りがモリモリしてるのに、これはここナスさん次回あれよ、拠点作れちゃうね。わー、拠点、まあ、白樺もある程度取っておくとね見た目も可愛くすることもできるかもしれない。そうだね、うん、いろんなねアイテムがあるからね今はね、いろんなアイテムがあるから。うん、このが壊れました。タバさんも斧欲しい、大丈夫、うん、欲しい。どこにいいんだよ。斧とかけまして、でん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 、牛タンと解きます。その心は、どちらもコリコリするでしょう。まあ、確かにコリコリする。でも高い牛タンってコリコリしないよね。高い牛タンって言ってないから白樺できたかな。白樺できないのでは、あれもしかして白樺できんね。ねえ、白樺できないバイオームかもしれない。白樺できないバイオームとかあんの。ないよ。ないんかいと見せかけて、あ、できない、できないね、できないバイオームかもしれない。マジか、ないよそうだ、これあれだね、マイホーム作るならさ、うん、はい、葉っぱとかもシャンシャンって買っといた方がいいかもね。シャンシャンね、まあ、葉っぱ買うとね、うん、苗木が手に入んない感じ、ね、こんだけあれば別に苗木いっぱい出るって。じゃあすべて植え終わってから余った時にでしょ。なるほど、植えたいのね全部。双葉さんは何のためにこんな広くしたの。まあ言うて葉っぱもね、葉っぱ自動生産工場とかワンチャン作れるかもしれないからね。夏さんがハサミを持って右クリック失敗にして、で私がコップをミニクイックを失敗にすればもう自動で葉っぱ取り放題お金ない工場みたいになってる朝もう夜だよ、ちょっと寝ないと。夜だね。でも、まだ育ってないんだけど、教授に育つか朝からカレー、今のいけるかな。今のはちょっとなんかインパクトに弱いかもしれないね。朝からカレー全然育つんじゃんこの子たち。何この子たち舐めてんの。トカさんが舐めれば育つんじゃない。ということで、白樺植林場できました、はい。名前をつけていきましょう。さっき、双葉さんがつけた、あ、はい、私がつけました、さっき。つけた、え、私がつけた。じゃあ、これは、あっちが恥をだったから、こっちは、恥じる女で、お願いします。なんでだよ、おかしいだろ。ということでね、今回は植林場2つを作っていき、どうしたのさん。え、どうした作業してたら勝手に締めに入りやがったこいつと思ってびっくりした。ということでね、次回はね、まあ、多分マイホーム作りをしていくんかなと思います。皆さんここ違うからではまた次回お会いしましょう。またねー、バイバイバイ、いてーだ